ヘップホールは大阪府大阪市北区角田町にある商業施設ヘップ5の8階にある多目的ホールである。演劇、コンサート、演芸会、展覧会、映画祭などで用いられ、特に衝撃場演劇の関西における中心地として演劇ファンに広く知られる。大阪の繁華街、梅田の中心地という高立地にあり、アクセス支弁で集客力が期待できるため、 主催者に人気が高い。1979年7月1日、ヘップの前身、阪急ファイブの時代にオレンジルームの名称で会場した。会場間もない頃には、オール阪神、巨人、島田信介、松本龍介などの、後の漫才ブームを担う漫才師たちや、新人時代のダウンタウンがライブを開催していたほか、情報落語の若手による定期落語会、 オレンジ寄せの会場となっていた。やがて、劇団外箱町、劇団新幹線、惑星ピスタチオなどの学生演劇の劇団が定期公演会場として利用したことで、関西学生演劇ブームの中心地となる。1998年に阪急ファイブ及び、周辺施設の建て替えが行われ、ヘップホールと解消して、同年11月28日にリニューアルオープンした。 ピアフィルムフェスティバル及びシネアストオーガニゼーション大阪エキシビションの上映会場として利用されている。ありがとうございます。